本日はご対応にもかかわらず JOC 竹田会長をはじめ多くの関係者の方々にご出席賜り、このように盛大な壮行会を開催していただきますことを選手団を代表して心より御礼申し上げます。今日現在、私たち陸上競技選手団の全容が固まらない状況があります。男子 4×400m リレーの出場権獲得を信じているところではありますが、現状47名の選手と26名のスタッフ、合計73名で編成されることになります。ここに選ばれたメンバーはいずれも厳しい選考条件を突破し、世界と戦うにふさわしい精鋭と監督として自負しております。全員の持てる力を結集して大いなる成果を上げていきたいと思います。リオデジャネイロは日本とは地球の裏側に位置し、時差と季節差の大きな地でもあります。厳しい戦いが待っていると承知しておりますが、そこは我が国の誇る医学、科学の力、情報収集の力を借りながらチームジャパンで臨みたいと思います。そのための準備はしてきたつもりです。具体的な数字として、メダル1個プラスして入賞5個を目標というよりも、ノルマとして自分たちに課して戦っていきたいと思っています。必ずしも簡単な目標だとは思いませんが、チーム全員必ず達成するという強い気持ちを持って臨みたいと思います。選手の皆さんにはぜひとも日本代表として誇りを持って正々堂々と胸を張って競技に臨んでください。先ほどメダルや入賞の数を目標として申し上げましたが、私はその前にまず自分の持てる力を遺憾なく発揮することが大切だと思っています。その結果としてのメダルや入賞だと思っています。皆さんもここまで幾度となく試練を乗り越え、今この場にいるのだと思います。これまで血のにじむような思いで取り組んできたことを本番で遺憾なく発揮できるよう、チーム一丸となって頑張りましょう。本番までの約1ヶ月、その場に立つまでできる準備を最大限に行ってください。これまで同様、一人で歩むには厳しい道のりだと思いますが、そこはパーソナルコーチ、チームスタッフやサポートスタッフ、さらには私たちを応援してくださる多くの方々の力を借りて、何としてでも成し遂げましょう。我が国日本は最近必ずしも喜ばしくない出来事が起きているのも事実です。特に4月には熊本で大きな地震がありました。また東日本大震災からの復興がままならない地域や住民の方々もいらっしゃいます。私たちが活躍することで多くの方々に活力を持っていただけるような取り組みをしたいものです。私たちはそのような使命もあることを忘れてはなりません。最後になりましたが、私たちが今日このような日を迎えることができましたのは、日頃よりご指導ご支援いただいている協賛企業の方々、 JOC 陸連の理事役員関係者の方々、さらにはいつも応援してくださる陸上ファンの方々、そして時には厳しく時には温かく行動してくださるメディアの方々、皆さんのおかげであることは言うまでもありません。本日改めてそのことを胸に刻み、感謝の気持ちを忘れずに議論の地へ乗り込みたいと思います。本日は本当にありがとうございました。2028年7月15日日本代表陸上競技選手団監督浅田君に行ってまいります。浅田君、行ってまいりました。今
行っちゃったのかもしれないです引き続きまして浅野監督より日本代表選手団この選手団の男女主将を発表いたします。はい、今回男子の主将として、沢野大地選手、女子の主将として海老原由紀選手にお願いしました。この2人を中心に、一致団結していい結果を残していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。